はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。テイルズオブグレイス SF 続きをやっていきたいと思います。まあ続きって言ってもだいぶこう進めてまいりまして、もう本編おそらくラストダンジョン、これから向かうところはラストダンジョンになります。というわけで行ってみましょう。ダンジョンダンジョン、これだ、ガルディアシャフト、ラスタリア。かつてアンマルチアが建造したと呼ばれるラスタリアへと降りるための施設、これですね。ふう、行こう。まあ準備等々は幕開編とかもね使ってだいぶこう整えられたかなと思いますので、ふうわ、完全にもうラスタリアへ通じるラストダンジョンの風格が漂っているな。プンプンしているぜ。決着をつけなければ。だいぶね武器も強くなったんでね。そうか、それで全員分確か強化したんだよね。続けているかわからないが、俺たちのやることに変わりはない。ソフィーの力も分けてもらったし、あとは自分たちを信じて進むだけね。こりゃ頑張らねばな。まあでもね、アスベルのあれなんですよ、最強防具というか、まあ、専用防具がアスベルだけ今ゲットしてなくて、他は全部持ってるんですけど、でかつなんだっけ、エクスカリバーだっけ、あれの素材がさどっかに落ちてんでしょ。それがおそらくこのダンジョンだと思うので、多分こうそれを取って一旦引き返してその剣作ってからみたいな感じになるのかな。やっぱそうか、多分このダンジョン自体もすごい長いものなので、おそらく2回とか、まあ2回かなに分けると思います。んにゃ、逆アンマルチア族のご先祖がポドラからエフィネアにラスタリアを移したらしいんだよね。移した、なるほどね。その搬送に使われた場所か、多分ね。じゃあ何、このエフィネアの外側にあるってこと、この世界っていうよりは。ワープ、これね、あのベスペリアのなんだっけ、タルカロンだっけ、あれと比べたらだいぶこうシンプルな構造になってたはずなんですけど、それでも結構長いとは思うんで。オガルドいるね。あ、なんかソラヌスっぽいな。戦ってみるか。まあ、このメンツなら大丈夫っしょ。難易度一応イビルでゴー。おお、かっこいい曲。72、まあうちらも69か68か、そこら辺だったはずだから、絶対こういったら防衛ついてるよね。獣防衛、残撃多いな、弱点よっ。今んとこ防衛ぐらいしか、あでも結構減るね、結構減るね。これだいぶ強くなったんじゃない。早速くらえ、ポンと。オッケー。ただまあ防御力は高くないから、うちらは結構攻撃特化のパーティーなので、なんつうんだかな、デュアライズだっけ。でそれで防御力より攻撃にバンバン振ってるんですよね。だからね、クリティカルとか食らうと全然一発で死ねるから、このメンツでも大丈夫そうな。ちょっとカオス行ってみる。いやちょっと怖いなこれダメだったら多分変なとこまで申されちゃうからな。セーブしてないし。こっちかな、なんかこう分岐点みたいなのが多いんですよね、こういう。あーでも見かけだけだわ。でどうだったかな、なんか罠じゃないけどこう謎解き要素あったかなっていう。このダンジョン見た感じ結構簡単そうな、割とこうスムーズにいきそうな感じだけどね。よし、おお、スキアーイーグル75、まあまあだな。うわ囲まれたこいつ。はっ、よいしょ、おばっか、おい、いきなり減ったな。おーおお、やばいやばい、ソフィーが、嘘だろ。ねおろしステーキってのは誰かの HP が多分 40% 切ると発動するようになってて、いって術技封印はまずいな。ちょっとね何もできなくなるんだよね。なんか
このゲームは英和が要は通常攻撃も全部術技っていう括りになってるので、やっべクソあーだクソマジか強え。今シェリアよっ、あいつだけ吐いて、こいつも吐こう、なんか一人増えてんな、あいつだけ倒すかとりあえず、よっしょ、おークリティカルガンガン食らうな、やべえぞこれ。ソフィーアスベルにしよう、でアスベルに僕もスイッチして僕がやろう、はっよいしょ、いいね、この技は結構食らうね。この極古レンゲって名前もちょっと中肉臭いんですけど、普通にかっこいいし強いんですよね、どっからでも届くんですよこれ。もう一回やってみると、まず剣抜く、ハッてやるとこの距離でも届くし、これはまあちょっと攻めていこう、よいしょ、これは B 技なんだよね、レーザンプで、ソフィーが死んだままだな、よいしょ、一旦このゴーレム倒さないとな、あでも倒した、あと2体、ソフィーだけ今 4P ターゲットでやってくれてない、よいしょ、はっ OKOK、 よしよしよし、あとは足倒すだけ、処理勝負、そう天元終わり、やべ1試合1試合が長え、普通に強えし、敵結構割とこう今までとは違って見応えがあるかもしれない。さてイービルでこん中エナジーもバンバン減るな、まあでもちょっと頑張っていくしかないな、幸いこう結構見やすいダンジョンで敵もそんな多くないからレベル上げにも結構使えそうだな。どっちだこれ、あーこっちくせえな、こっちで行けばあそこに行けんな、あ宝箱ある、あれ降りるでしょ、違う、あーなるほどこうやって移動していくのかワープゾーンはめんどくせえな、ちょっとねこういう移動時間はあんまり時間がもったいないので飛ばします、おそらくアリトモスコア、これなんだっけ、これあれじゃないのもしかして、あらすじ、あらすじじゃないな、トラベルかで未解決、これこれのさ、そのエクスカリバーを修理するのってこれじゃなかったっけ、あ見つけた、もしかしてもしかして割と序盤で見つけられんだな、ちょっとそうだな、そしたらおそらく行ってないダンジョンがここだけなので、そのアスベルの専用防具もここにあると思うんですよね、なんでそれを手に入れて今回は一旦終わりにしようかな、まあちょっとラスボスリチャードまでどこまで時間かかるか分かんないので、くそ長えなおい、でなんだろうな、テイルズ毎回恒例のラス弾に中ボスレベルのやつらがバンバンいるみたいなことがこれあったかなっていう、お赤い宝箱なんだ、えあん、なんだ今の、ほっ弾風がボンボンと、いいねアスベル、いいねほばっか、あやべえ、やっぱフォーバッカー好きだらけだな、今アスベルの作戦でリーダーに続けってしてるんですよ、だからリーダーが誰であれアスベルは絶対こう来てくれるんですよね、よいしょ、だからコンボすごいつなぎやすいんですよね、 OK 経験値が豊富だよここ、なんだ、あもうそれちょっと、あっか、あこれあれかな、同じ色を続けて通っちゃいけないみたいな、赤黄色、あ違うな、あ分かった分かった、3色順番に通る、
赤黄色青赤黄色青って、そうしないと多分敵が現れて申されるんだ。うわーめんどくせえ普通に謎解き要素あったな。よいしょ、よっ、案内が OK。 早速装備の充実こうやって申されるわけだ。じゃああそこの赤宝箱に行くにはちょっと頭使わないとな。赤黄色青オールディバイト赤、まあぶっちゃけこれ助読詞だろうな。赤黄色青赤黄色で青まで行っちゃうと、もうここはあ、有友スコア、ここにもあるじゃん。じゃあこれじゃねえな剣の素材で赤で、次とどこ通っても多分そう申されるんだよね。ってことはもう一度行かなきゃいけないわけだ。赤黄色青赤黄色青で終わり。ちょっとセーブしとこう。超怖いここまあこんだけこうラスダンラスダン、まあラストダンジョンって言ってますけど、普通にあの未来への系譜編もあるんで、っていうのはそれ本編後の PS3 版のみに入ってるものなんで、うわなんかいるよ、中ボス来ました、こわこわ戦うか、しゃパオル13万が2体。弱点は精神体だから精神体はねないんだよねはっ、おっと、しかもあれかい、アスベルの抜刀状態と一緒で、おっとあるね抗体が、しかも早いな、これ勝てっかな。いやでもあのバルキネスクリアスの竜はもう少なくとも2体倒してますから私シンプルだったけど、シンプルとノーマルだけど、であのあとちょっと1回だけリベンジして、でシンプルであの赤いやつ倒したんですよ。3人目みたいなそうなんで、でヒューバートの武器も手に入れてだいぶ強くなったんで、まあ、今装備してないですけど、あ、ま、なんか魔人剣っぽいの放ってくるあいつ、マジか、おいおいおい、よっしゃ精神体、うえ攻撃力はそこまで多分ねえな、の竜と比べれば、しっつい手数が多いよ。おお、なんだ攻撃しながらだと、大爆か、同人剣、よし4万減ったね。これちょっとこいつはアスベルと2人で倒そう、絶パー、よしそっち行くなバカ、あーくそ、この交代攻撃やばいな、ちょっと固めちゃダメだ、ソフィーに1人で頑張って持ってもらおう、くそ、あダメだ、立たない、オールザベイ、よし半分いったね、こいつはまだまだだな、だからこの1体だけでも倒せばだいぶ楽になる、よいしょ、おお怖いな、多分前回っていうか、おそらくマクワ編の第3回でいたと思うんですけど、あのビックリマーク攻撃食らうとガード絶対崩されるんですよね、それがやばい。じゃあちょっとヒューバートの第3飛行機を使いますか、くらえ、いやかっこいいねかっこいいしヒット数も多い、このヒューバートだけじゃなくて第3飛行機みんなヒット数が多いんですよね。あ、まひりやがった、マジか、アンチドート、ヒールウィンドじゃなくてアンチドート、自分に草まひってばっかりだな、アンチドート、よし行って、よいしょ、そう第3飛行機はすごいヒット数が多いんですよ、全員あれだな、マリク以外だな、マリクはそこまで元から多くないので、でもソフィーとかアスベルでも必ずこう30ヒットはするし、シェリアに至ってはもっとする、確か35ぐらいいった気がする、そんなにかねえか、違うな、シェリアが30ヒットでアスベルが、お倒した20ヒットか、よいしょ、ふえー、
全然好きねえじゃんこいつ。よいしょ、おい、おーおーマジか、4321、おるさめ、ダメだ、当たった。一応 B 技に弱いだから多分シェリアの術主体で攻めた方がいいな俺。僕はシェリア使おう。で術はギリジャス、バーチュアスレイ、精神体だもんね、モロシェリアじゃんこれ精神体で麻痺で防衛って完全シェリアの術じゃん。ライティングダスター、よーしよしよし、いいのが入ったねみんな頑張ってんな、くらい、よいしょ、いいねいいね、35000、もう一丁ライトニングブラスター、よし続けてヒロギやっぱこの技いつ見てもあれなんだよななんというかフェイトシリーズにありそうなアンリミテッドブレードワークスみたいな感じだよな。2642、終わりだ、だらよし、これはシェリア相性抜群だったな。ガルドめっちゃもらった、しかも倒した、あれなんかもらえないの、おい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 、なんもないんかい、なんもないんかい、ちょっとなんか報酬あってもいいじゃん。こっちは、あ、こっちに報酬ある、もしかして、あ、ちょっとお前邪魔だよいしょ、よいほ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 い、こういう雑魚戦でああいうボスがいるんだったら雑魚戦でエレスゲージを食べとかないと、よいしょ、人権桃源南部、いいね、ヒット数稼げるね、お兄さん乗ってんね、よいしょ、剣道だ、ボールハーブ100ヒットいくんじゃないこれ行くねよし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 、バン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 、はい、ドッカン、いいな、アスベルとこうヒューバートをスイッチし続けるだけですげえコンボつながりやすいんですよね。ヒューバートは1人だけでも25ヒットまで持っていけるからいいね。この先だよ、あ、なんかある、あ、違うこれなんかあるっていうか続きじゃん、マジか、ほら時間かかるな、よいしょよいしょよいしょ、アスベル死んだマジか、頼むぜ、よーっと、この雑魚たちは一人一人が強いからな、一体で確実にこう仕留められないっていうのが辛い、止めはできるけどね、くそ邪魔すんな、よいしょ、アスベルがな、まだあれなんだよな、シェリアとそっち行っちゃってんだよな、敵がソフィーの方に、あと敵全員ビーム持ってんのこれ見た感じ困るわ、あ、よし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 、オーケーオーケー、頼んますよアスベル、よいしょ、ルーハ絶勝、ドン、おいしょ、おい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 、倒せるね、よっ、あとはこいつだけ、よいしょ、お超人拳で、あ、倒した、早速装備の充実に当てましょう、強い、くそもどうすればいいのか全然わからん、ちょっともう一回これはあれですね飛ばすしかないな、まあ、飛ばさなくてもいいんですけどね、こう1時間ぐらいぶっ通しでやると思うんで、おそらくそのアスベルの剣の素材
手に入れるまでも時間相当かかると思うんで、それまでこうひたすら僕が喋り続けるのもありだけどね。だいかんせん動画長いとこうだいぶ飽きちゃうでしょみたいな、飽きちゃったらね元も子もないんでっていうのもあるんでね。よいしょ、こっち今行ったのか。あ、ってことはどの道あれか、あ、進まなきゃいけないのか。いやーめんどくせえ何このロボットみたいな。ディスカバリーじゃないのね。でも調べるだもんね。お、アリトモスコアを設置できそうなくぼみがあります。大丈夫かな、設置しちゃう。敵かい。おー、マジか。しかもボス普通に強いボス。やべ、ソフィー抜いちゃったよ。じゃあ僕ちょっと今回マリックさん使うかな。で、敵の弱点は獣防制ヨーマ、獣妖精防制ヨーマ、バニッシュフローブレイジングハーツ。同時になんかつけるやつないの。斬撃でしょ、あとくわねえな、ないな。頑張ろもう頑張ろうしかできねえこれ。いきなりかよ。おっとっとっと、じゃあこれちょっと僕は常時バニッシュフローした方がいいな。バニッシュフロー、よしよしよし。まあでも防御力はそんな高くないのか。これならちゃんと攻めてれば勝てるかな。にしても無敵時間多いな。よっ、オッケー、強天同時ダメだマリクさんの A 技は一回一巡終わっちゃうと止まっちゃうんだよな。これがやっぱ厄介だよ。よいしょ、どん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 攻めてけ攻めてけ。どんぐらいいくかなこれで。いいね、あ、すげえ減ったねいいな、もう一丁。あ、一つ増えねえ。これちょうど多分ガード中だったか。まあでも相当削ったね、まだ。すげえな、よいしょ。なかなか攻撃は最大の防御とも言いますし、攻撃にアタックにめちゃめちゃ振ってても結構いいな。要はダメージ食らなきゃいいんだよ、ダメージ食らなきゃ。あれで当たらなければどうと。おお、焦れる死んでるよ。ちょっとアスベルに経験値入るの困るから、アスライトボライフボトルを使ってくれ。ナイスナイスナイス、よし、危ない。なんとか倒したよ、エネミー市長なんとかのおごり。これで、おいおいおい、何もないのかよ、何もないのかよ。何なのここマジで本当ボス倒しても何ももらえないとか、そんなあのゼステリアさえラスダンでボス倒したら結構もらえたぞ、いろいろ。マジか、えぐいな。お、これは壁弾かれちゃうのか。ダメだ、進めないよ。え、どうすんの。ソフィー通った、突き抜けた。大丈夫、これならみんなの力をそういうシステムなのか。突破できると思う。よし、やってみよう。なんだ、頭の中に何かが。なんぞ。お、これは確かコーネル。あ、ラムダだ。で、この人は確かコーネルさんだったか。積み木で遊んでいたのか。よしよし、めっちゃ可愛がってんな、ラブナのこと。
褒められて嬉しくないのか？嬉しい時はこうするんだ。なんかこの映像どっかで見たな。ぎこちないが、あ、それだ、ここに初めて来た時に過去映像かなんかで見たな。コーネル社長。エメロードさん。おお、エメロードくんか。所長、私はやはりこのやり方は賛同できません。我々の研究目的はラスタリアで発見されたラムダの能力を研究することだったはずです。車椅子だなあ。あれでもなんか歩いてなかったっけ。普通に上層の形成ではありません。これを続けていると倫理規定に抵触する恐れがあります。倫理か。泣いたり笑ったり、そういった当たり前の感情すらこの子に与えてはいけないのか。そうは言いますが、このボディはあくまで研究用として便宜的に与えたものに過ぎません。器が魂を形成することもあるのだよ。なんかこれも言ってたな。前この子、日に日に人間らしく成長しているではないか。エメロード君、実は私はこの子を通じて試みたいことがあるのだ。もしかしたらこの子はヒューマノイドの枠を超えた新たな存在になるかもしれない。この子は我々にとって未来の可能性そのものなのだよ。はあ。ラムダにはもっと多くのことを学ばせる必要がある。そしてのびのびと育ってほしい。そう、人間そのものとしてな。はあ、まあ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 、ラムダの過去というか。みんな今何か見えなかったか。全員見たのか。見えたわ。あの場所、フォドラにあった施設よね。僕たちがフォドラで見た映像と同じでした。ラムダだけじゃない、エメロードや施設の記録で見た人物もいた。一体何だったんだ、みんなで同じ光景を目にするなんて。ラムダの記憶ってこと？ラムダとこの世界の同一化が進んでいることが関係あるのかもしれない。体に影響を受けたりとかはないみたいだけどね。みんなはどう？特に変わりがないわ。あの映像を見た時から気になっていたんだけど、ラムダはあんな風に笑ったりすることもできるのね。なぜあのような現象が起きたのか不明だが、ラムダの仕掛けた罠という可能性も捨てきれない。まあ確かに。この先も何があるかわからない。警戒をしつつ先を急ぐとしよう。笑ったりもできるか。ラムダ、リチャードが共にあることを選んだ存在、ラムダとは一体。確かにな、ここまでこうラスボスに対して何も知らずに何も知らずにここまで来るテイルズも珍しいよね。こう例えばまあ、ベスペリアだとデュークとかそういう存在に対して絶対何かしらのねきっかけがあってもうラスダンに入ってあいつを絶対止めるってなってたけど、このゲームは何も知らないまま来たもんね。もうとりあえず世界がやばいから止めなきゃいけないっていうのがあったから、なかなか確かにこのラストダンジョンでラムダの全容を知るのは多分初かもしれないですね。にしても一本道だな。お、赤い宝箱があるな。ここも仕掛けはなしか。敵だけたくさんいるな。は、鉄壁の魔導書。これで魔導書はだいぶ集まってきたんじゃないか。もう敵と戦うのめんどくせえな。飛ばします。またいるし、もう
あれ叩かなきゃいけないの、あの奥のやつ。こう戦うことで何か得るもんがあればいいんですけど、マジで。まあちょっと時間かかりそうなんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回なんかアイテムもらえたらいいな。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。